捕らえた村重家中の者どもはいかがします。はぁ、あ、皆殺しに決まっとるわよ。働き次第で後目を選んだるに、俺のために死ぬ気で働け。はい、喜んでいただきます。後目を口にするとは、今回の戦は相当野村様も答えられたようですね。ひどい目に遭わされても次の天下を考えて我慢してるんだ。この世の人間全部血祭りにあげたるだろう。信長の後目候補は貴様、秀吉、家康と見てるんだ。私は天下などいりませんよ。わいはただ侍になりたいだけやったんです。甲賀で忍びの修行をしてまいりましたが、今や天下一の芸人間近、そろり新左衛門にございます。あの人の元におったらいくつ首があってもたらしまへんけどな。手柄取ったら跡目を譲るなんて嘘ばっかりだよ。親方様の本音を読みになれば忠義心など吹き飛びますよ。今までの私は殴られたんだ。光秀様が取って代わる気ならば、秀吉様いつでも一肌脱ぐご覚悟なんですよ。あなたこそ跡取りなのにな。お前がその部屋を開けて本能寺に突っ込めば、天下俺らに。これは天命だと思うか。俺が天下を取ったらこんなもんじゃないぞ。出陣。兄者は家康殿の草履取りもします。なんで俺がタヌキの草履取らなきゃいけねえんだ。仏の道理があるように侍にも道理があるんです。それな道理が取るんかい。家康を攻めたれ、俺とおめえの天下だぞ。信長、俺が天下取ったらな、あいつらみんな消えてもらう。